すごい、いいそう、粘れた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 、すごい勝負になっちゃった。できました。さあこの曲ね、堀が久渡は痛恨の8戦の宝珠、ね、なんの3曲です。痛いね、痛い、親番がなくなってしまいました。トップ目白鳥とは2万点以上の差があります。さあ親の堀メンツ一つ、ルミは総勢一メンツです。さあ白鳥この親は流したいですよね。あ、これは初ポンあります？ありますね、はい、これだけどルミがもし佐藤まくってしまったら、はい、ファイトクラブ5連続4着ですね。佐藤としてはまず3着争いにきっちり蹴りつけて堀まではいきたいですね。いやペンを持ってるということは打点も狙ってますよね。場合によっては白鳥に嫌で切らないわけじゃないんでね、はい、自分で利用しようっていう、うん、あもうペーダンキーペーダンキーでいけますね。そうですね、いいピンがあんこになりました。いいスーソーヒ、わー先に先制リーチは堀だ。関心層親番です。白鳥からすればうるさい親からのリーチが飛んできた。どうしますか。これ馬強もいいから小層積もりそうだね。積もりそうですかっていう感じでリーチいきましたね。これどっちか落とせるか。一応いいまんまず現物カンチーソーは2枚ですか。はい、やっぱね、急走パーサー速い人が2人いるからね、はい、かけやすかっただろうね、うんうんうん、悪くないよと。あれ上がね出てなければカンウソーでリーチしたんでしょうから、上がね結構早めに出てるんで、ソーズの一つ狙いどころ先輩だ。勝負した、勝負しましたよ。もう酸素はペン酸素、いやー来た、これペーあるんすよ。これペー3枚あるんじゃないですか。あ、本当だ、ペー3枚とチーソー2枚と酸素が2枚、2対2対3、枚数は久渡だ。これは白鳥預けるかもしれない。あ、でも預ける範囲がない。いやいや、もうこれローリングできるんじゃないの。イーソー切って、ああイーソー下取り通ってないですよ実際入り目。いやだけど親には打てないからね、イーソーじゃないの。でもイーソーですね、おそらくイーソー。チーピンっていう手もあるけどね。チーピンは現物と筋、そうですね。イーソーで打っちゃうと2着どころか下取りのトップまでありますからね。まあ8000打っても317だからな、ギリギリこらえる。ただオーラス勝負ですよ。まあチーピン打つの方が安全っていう。だけどね、先見たらいいそうかな。いいそうもありますね。パーピンやウーピンはちょっと厳しく見える。瞬間芸出すか。いいそういった。リアンソー短期は2枚、2枚、2対2対3、ペイある、チーソーもある、あるね、リアンソーもある、リアンソーもある。ただ白鳥山、あー来た、チーが来た。あ、リアンソーだ。貫禄、失礼、6球満仕掛けて3万打ち。リアンソー、これ2枚、リアンソー2枚。いいそう、粘れた、すごい勝負になっちゃった。やめだ、あ、やめてない、ペン酸素、ペン酸素、やめてない、ペン酸素、戻ったの。戻りました、2枚、2枚です。全員違う街になった。2対2対3、ここも2対2対、あー掴んだ、いいそうだ。でも久渡に通ってない、ルミにも通ってない。これはいいそうじゃない。言いそうか、うん、言いそうの後チーピンもいけそうだから、言いそうになりそうですね。チーピンが先にあるか、チーピンが先か、リアンソーかローピンがギリギリどっちが打てるかっていうのも、まあ、打つか別で、チーピンでしょうね。チーソー打たないでしょ。ただ言いそうは絶対通りますよ。チーピンはまだ分かんないですよ。なんで言いそう絶対通るの。だって通ってますもん、もうリーチ2人とルミに。あ、そうか、はい、リアンソーで、あー、ルミだ。またかわされてしまった。いやまたかわされてしまった。ファイトクラブ4着落ち。うわー、チーム5連続ラスになってしまう。これは